ジュゼッペ・カスティリオーネは、イタリアのミラノ生まれのイエズス会宣教師、画家である。27歳までは、ヨーロッパで熱心なキリスト教徒として生活しながら、絵を学び、1715年8月に宣教師として、中国に渡った。新朝の宮廷画家として、後期廷、妖精廷、建立廷に仕え、西洋画の技法を中国へと伝え、美術や建築に影響を与えた。 絵画作品では、建流帝大栄筒、ジュンガル討伐戦の情景が高妃肖像画などが有名である。バロック様式を取り入れた理球である、延命園西洋楼を設計した。カスティリオーネは、ミラノに生まれた。ボローニャ派の伝統に従ったプロの画家としての訓練を積み、アンドレア・ポッツォに直接学んだわけではないが、その影響を受けていた。年に、 ジェノバのイエズス会の会主となったが、被災ではなく終士であり、中国で画家として働く任務を与えられた。1709年にコインブラに移り、そこでも画家として活躍したらしいが、作品は残っていない。1715年に1年に4ヶ月間の長期公開を経て、新朝時代の中国へ渡った。中国名である老青年の名を名乗るようになり、資金城へ入ってからは、 放浪期の制作や中国風景図を創作した。1716年には年企業と協調で私学を出した。これは史上初の中国における西洋絵画の焦点投資法を紹介した専門書である。資金城とは新朝皇帝が思考の権力者となった際に中心となった城である。そこに西洋人画家が入っているのは極めて異色なのである。 キリスト宣教師でもあったカスティリオーネは自身の持つ芸術的な才能を用いて中国の民衆を啓蒙したとされる。ヨーロッパにいた頃、カスティリオーネの名が世間に広まった際、オーストリアのマリーアンヌ王校から娘であるマリー・バーバラの肖像画を依頼された経歴を持つ。1714年のこと、わずか26歳の若さにして画家としての名声は ヨーロッパ各国に知れ渡っていたとされる。高規定の崩御後、妖精帝は、キリスト教を禁止し、宣教師をマカオに追放したが、北京の宮廷にいる宣教師は引き続き使えることができた。乾隆帝にはまだ巫女だった頃から使えており、特に徴用された。妖精帝と乾隆帝は、延命園の大々的な拡張を行い、カスティリオーネは、その設計に参加した。 長年の乱世を経て、老青年の作品は世界各地に散逸したが、半分以上は未だ中国大陸と台湾に残っている。しかし現在の美術界はさほど評価はしていない。1766年に北京で没し、二郎の管理を贈られた。ジュゼッペカスティリオーネが描いた儀礼用甲冑をつけた、乾隆帝、後記年間の作品は残っておらず、 幼生元年に描かれた生物画が厚むずいとが現存する作品で最も古い。幼生年間には有名な百春図をはじめとして多くの馬の絵も描かれた。拳流年間は最も多産であり、拳流元年に拳流帝、皇后、十一人の機秘を描いた、心写し、自閉、拳流帝の外政や外国の基準などの歴史的場面を描いた作品などがある。 カスティリオーネは西洋画と中国の伝統的な絵画を折衷させた独特の様式を発達させた。当時の中国人の趣味に合わせて肖像画は常に正面から描き陰影はつけなかった。また絹や線紙に工場の顔料で絵を描く必要があった。カスティリオーネは西洋から清に渡った画家として最も優れていたが、県立帝の宮廷には カスティリオーネ以外にも、ジャンドニア・キレラ4人の西洋人が働いており、また西洋人に学んだ中国人画家もいた。カスティリオーネの名前を冠していても、実際にはこれらの画家との共同制作も少なくないことに注意しなければならない。下にある、県立皇帝長服像は、県立帝自ら老生命に依頼し、描かせた肖像画である。史上初めて描かれた正式な、 正面重複肖像画であった。正面から照らす光を取り、側面からの光による強烈な綿と暗の対比を、避けることで精錬で柔和な表情に見せるよう描いて、ある。さらに皇帝と皇后、皇妃、皇妃の肖像画絵巻きも作らせ、心写し自図の台をつけた。下にある、百春図であるがこれは、妖精皇帝の五十歳の誕生日のために描かれた絵である。 老生命はこの絵を制作するにあたって、馬園に赴き、馬の世話を積極的に行ったとされる。1728年の春に下絵が完成し、1728年の夏に仕上げられた作品。誕生日祝いにおいて、百は百歳まで生きる、不老不死の意味合いがあるため皇帝から非常に評価された。下にある、心移し自平図鑑であるが、名の通り絵巻きである。 開くとまず、賢隆帝の肖像画、次に皇后、そして貴妃、純妃、歌飛、霊妃、のぶる妃、広飛、栄飛、節飛、厚妃、純妃、純妃と十一人が並ぶ。賢隆帝の肖像画の横には、賢隆帝自ら、賢隆元年八月吉日と書いた。この絵を描くにあたって、老青年が、貴品たちをよく観察し特徴を捉え、 下絵を完成させた際、下絵を貴品たちに見せた。すると貴品たちは、お互いの絵を比べ似ているかよりも美しく描かれて、いるかを見合いしとし合ってしまった。困り果てた、老生年は方法を変えた。まず一枚の標準女性の肖像画を完成させ、それを複製し、それに、おののの特徴を加え修正して、それぞれの肖像画を作り上げたのである。結果、 貴品たちは皆美しく描かれ大変喜んだものの、姉妹のようにそっくりな肖像になってしまったのである。画面百人図百春図神写し字平、図鑑小説早急のすばる、浅田二郎。ありがとうございます。